イーディッチテーマカード紹介。ご視聴ありがとうございます。トロピオスカです。ハレルヤメディアの一徹です。ハレルヤの杉です。坂野修樹です、このコーナーですけども、うわっ、なんだこのカード、オタクっていうカード紹介するんじゃなくて、はい、もう散々見たけどね、まあいいよっていうカード紹介するコーナーです。はい、どんな感想ですか。まあね、はい、まあ、散々見尽くしたところ、ね、カードを紹介していくんですけど、はい、まあ、早速やっていきましょう、はいはい。今回紹介するのはこちらです。毒の濁流。はい、相当見ました。相当見ました。嫌だね。嫌ですね。こいつ3万のソーサリーで、うん、こいつを唱えるために追加でね、コストとして X 点台払うと。そうすると、全クリーチャー X マイナス修正かかりますということで、うんうんうん、やっぱこのカードいいのね、まずマナコスト軽い3マナです、うんうん、だから結構ね、全体除去系だと4マナからってことが多いと思うんでね、うんうんうん、神の怒りとか褒美とか多いんだけど、こいつ3マナで打てるっていうことがまず偉いし、あとやっぱ破壊じゃない、うん、これがね、本当にこいつが良くないし、いいところでもあるみたいな、まあそうですね、感じなんだけど、やっぱね、破壊不能は結構今ね、気軽に作られる環境になってるから、うんうん、よくあれじゃん、なんか、じゃあ神の怒りって言ったら英雄的介入、そう、あるあるって言って、みんな守られて、あいつだけ盤面が残ってしまって負けたみたいな、よくあると思うんですけど、もうこんなん許しません。ライフを払ったらもう永久の、永久保証じゃないけど、完全のマイナス修正保証してくれるんで、破壊不能関係ないよ、死んでくれって言えるというね、いうとこが偉いですよね。偉いですね。あとあれですね、やっぱり自分がでかいクリーチャーをコントロールしてるときに、そいつが死なないように調整できるってことですよね。そう、自分が有利な時に打てる全体状況ってすごいですよね、うん、そうそう、結構それね、あれボロラスの時よくありましたね。ボロラスクソでかいんで、でこれマイナス修正してっていうのもあるし、うん、まああとは本当避けられないこいつは。避けられない、うん、まあ、フェイスアウトぐらいじゃないですか。最近なんかようやくフェイスアウトっていうのが出てきて、うん、ガーディアンフェイスあたりからかな、そうですね、そうですね、とかテネリーの、まあ、テネリーの防御はまだね、うわこれしかねえなっていう感じの、うん、あのカウンターだからいいんだけど、ガーディアンフェイスとかフェイスアウト、本面みたいなフェイスアウトが出てきて、うん、最近ちょっとだけ避けられるようになってきた。ちょっと弱くなってきたかもしれない。まあ、とはいえ、そんなこと言ったら全部そうなんで、うん、まあ、全体除去界隈だから最強なわけで、うん、そうですね。結構ね、ライフ側からだと結構痛かったりもする。まあ、そうですね、うん。よくあるのが、うわぁ、めっちゃ不利だけど俺もライフ攻められてるから、このままマイナス修正打ってもいいんだけど、打ったら勝たんな、みたいな。うん、あるあるある。ライフあと2とかになっちゃうみたいな。うん、結構ない。それこそコジレックスが出てると、そう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 、12点かって払った上であるかどうかわからないカウンターに怯えながら、3万のカードがないことを祈りながら12点取りますか、ライフなんで払うの12点、そっか、じゃあ金属細工したのもう12点台払った消された時にはもうね、う見てられないよ、まあ、そういうリスクもあるんで、そうですね、まあ、結構このね、ライフ失う系はね、最近だとグレーメンとか、うんうん、まあ、そういうのでまあ有効活用したりもできるはするけど、うん、あんまないのかな、他には。ただ最近その新しい虐殺症状、はいはい、あれすごくって、対戦相手のクリーチャーが死んだ時にそいつのタフネスが1より小さかったら1枚ドローするってやつ、これすごい枚数引ける、うわそうすごいムカつきですよ、そうそうこれ収録時はね、まだね、カルロフのプレビューが、うん、そう、まだ進行中、そう、進行中だから、まあ、全部は出てないんだけど、うん、多分この動画出る頃にはね、全部出てると思うんだけど、そうそう、うん、いや暴れてるんじゃないですか、そしたら、そう、この動画が出る頃にはもうすごいかも、え、うん、え、じゃあ、今のうちだぞって言おうと思ったんだけど、もう出てるこれあと結構知ってるから、あと世にいっぱい持ってるあ、そこ、エヴァンカードだしな、エヴァンだからみんな持ってるしなそっかそっかじゃあ大丈夫です今じゃないです、はい、あとこのカード、一番難しいなって思うの、うん、何点払うかが分かんないんですよ、うん、その、タフネス5のクリーチャーが最大値で場にいたとして、うん、5払ってあのプラス1修正されたら何も起こんないじゃないですか、 だからちょっと多めに払ったのかなみたいな、2多く払って3修正されたらもう話にならないじゃないですかでも10点とか払うわけないじゃないですかいやこれマーウィンとかセルバラ相手に打つのめっちゃ困りますね、安すぎるマジで、あのああいうデッキ結構真面目にそのジャイグローが入ってるから、うんうん、結構むずいっすよ、激励まさか持ってるの激励をケアして4いくかプライムいくかマーウィン7とかなのにプライムいくか11点そうするとマーウィンがもう必死で全部のこの全部の修正カードをハンドから投げてきてエルフの村焼かせるわけにはいかねえあるあるもう全然わかんないんですよこれ、いやすごい定番カード紹介してるさ、オタクカーだと大体さ、一人がめっちゃ喋って終わりなんだけど、うん、みんな使われたことあるからめっちゃ話出てくるあとやっぱりあれだよね、うん、そのカードはやっぱり打つと強いんだけど、うん、あのエムラクールとかでコントロール対象に取られた時にハンドやると、うん、うわっ死んだわあるあるあるこれは俺のライフ分ペイされて解決しないでばはそのまま俺だけ死ぬやつだねもういろんなことが起こる、うん、毒の濁流です、はい、で黒の、ね、デッキになったら、まあ、入れといてそのままいいんじゃないでしょうか、うん、はい、はい、じゃあ一徹さん、はい、
ドコモダクリューと比べるとやっぱりまた見劣りをしてしまうんですが、うん、好きなカードですね、はい、こちらウルザの物語です。モダン以下のフォーマットでは最強の土地なんか言われてますが、うん、まあ、統率者戦だと、まあ、出た当初はね、この第3章の能力で0マナか1マナのアーティファクトカードをライブラリーからサーチして直接場に出せるってことで、うん、強そうなんだけど出してから3ターン目にならないとサーチできないって、さすがに統率者戦ではテンポが悪すぎないかって言われてたんですけど、なんやかんや使うデッキは使ってますね。そうね、これね、あの打ち消されずに0マナか1マナのアーティファクトが出てくるんで、はい、1つの指輪が今あるじゃないですか、はい、多用途の鍵とか通電式キーを引っ張ってこれるようになったんですよね、うんうんうん、でガバガバッと大量に引かれたり、うん、まあ、コジレックだとよくあるのが多用途の鍵を打ち消されずに持ってきて、うんうん、コジレックにアンブロをつけて殴って勝ちとか、うん、コジレック定番カード紹介やってる。そうか。そういやでも、ね、全然このカード自体はかなり強くて、ヒビットとかにもたまに入ってる。そうそう、はいはいはい、ヒビットとかそのファクトードを中心にするデッキだと、うん、かなりしかも出てくるとこもでかいですよね、うん、バカにならないサイズしてますよね、うん、そうそうそう、全然この2章の能力でトークン出すことも全然あって、うん、これ自身はそのアーティファクトじゃないんで、うん、アブ出された時にもうアウフが出てくるスタックで探検の地図でこれ探すことたまにありますよ、うん、もうダメだって殴り合いにこの構築物でこのアウフを殺すしかない。アウフ持ってるやつはものともこいつプレイヤーごと除去するしかない。早くアウフを差し出さないとお前のライフがなくなるぜ、うん、ってすることもまあまああります、ね、はいはい、うん、いやなかなかいいカードです。ただ、まあ、ちょっとややこしいことに、うん、まあ、非常に余計なエンチャントというそのカードタイプを持ってるんで、うん、はい、まあディッチャが当たったり、はい、ハトバの強化者で何気に数えられてしまう。あるあるある。数え損ねることもありますか。あ、そう。うっかりしてて。あとから、あ、これあったわ、もう一枚。すまんみたいなこと。まあまああるんですけど、僕はこのカード、まあ、かなり好きですね。はい、うん、まあ、基本なんかさ、やっぱ普通のデッキだと太陽の指輪持ってくることが多いけど、そうですね、うん、まあ、さっき言った太陽の鍵、他に何かあったりするかな。僕結構持ってくるのは墓掘りのオリーブ持ってくることも、あ、まあ、ね、前回の定番、そうそうそう、前回の定番第1回、ね、第1回で打ち消されずにとにかく出るんで、うん、墓掘りのオリーブが出ちゃうと死の国からの脱出コンボができなかったり、うん、緑のライブラリーからクリーチャー出すとか、うん、黒の墓地からクリーチャーを出すとか、うん、ができなくなるんで、まあ、結構コンボデッキ相手にもまあまあな牽制なんですよね、うんうん、で、まあ、あれに打ち消し打たれるようなことも時にはあるんですが、これ経由するともう小座にバッと出てきてくれるんで、はい、もう打ち消すタイミングもなし、うん、すごい、うん、すごい、うん、マナがちょっと1マナいっちゃってるんですよ。まあ、ね、前回ちょこっとだけ語ってたから、はい、もう語ることないかもしれんな。確かに確かに。もうてか知ってるだろ別にこのカードが強い。このカードのいいところは他のフォーマットでも使ってるからかなりその強さの周知が、うん、そう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 、みんな持ってんじゃない今使ってなくても買っても損しなさ感がいい、うん、あそれは絶対そうっすよね、うん、モダンでも使うし、うん、レガシーでも強いしヴィンテージも最強だし、うん、モダンから下の環境全部強いからこの、うん、そうね、うん、このカードぜひ、はい、ぜひ、はい、大事なことですね、はい、これ何気にウルザノってついてる。あ、出た、あ出た。これウルザノとして数えられるんで、はい、あのウルザノ作業場ってと違うんですけど、はい、作業場がはかどる、はい、あれ金属術達成してるとウルザノの数だけマナが出るんですよ、うんうん、要はウルザノ塔とかウルザノマリクロとかもそうなんですけど、これもウルザノなんでちょっと3ターン目にはどっか蒸発しちゃうんですけど、はい、ちゃんとウルザノ作業場から出るマナも増えるんで、うん、はい、はい、確かに確かに、まあ、ウルザトロン使うようなデッキはコジリックぐらいしかそれこそいないだろうって感じはするんですけど、はい、ちょそんな要素もありますね、うん、以上です、はい、じゃ続いて、スギちゃん。はい、僕が紹介するのはこちらですね、うん、今回はマナドレイン、マナ吸収ですね。あこれちょっと話す前に思ったんですけど、うん、最近あんまり定番ではないなと。そうですね、その、うん、やっぱ青のダブルシンボルが意外とマナベースに負荷のかかり方がすごいですよね。そうそう、うん、まあ、ざっくり効果を説明させていただけると、2マナで呪文1つを打ち消して次の自分のメインフェーズの開始時にその打ち消したマナコスト分の無色マナを作るっていう能力があって、もともとこのカードが生まれた時は一応そのマナバーンっていうその独特のシステムがあって、その大量に出たマナを使い切れないとちょっと損するけど基本的には最強だよみたいな感じだったんですけど、最近はマナバーンもなくなってしまったので、ただのですね、あのカウンタースペル対抗呪文の上位互換としてね君臨しているもうヤバカードとして、ね、最近はめっきりヴィンテージでも見ないです。そうなんですよ、やっぱり青がどうしてもね、あのウザサガを使う手前、そうそう、無色マナがちょっとね、うん、入ってるんで、
青タンのデッキでも青茶タンだったりとかして青タンの手を伸ばしていくと、うわ青青出すのダリーみたいな、うんうん、そう結構あるよね。あ、統率者あるあるだと、うん、このターンをこのカードをその2ターン目以降も構えたいのに、うん、あの西江の墳墓とか置き始めるともういよいよこいつ打てるタイミングなくなるみたいな、うんうんうん、めちゃくちゃあったりとかするみたいなカードで結構使いどころはやっぱ選ぶんですけど、それでもこれを2ターン目に打たれた時の次のターンの動きとかはめっちゃ強いですね。まあそうですね、うん、さっき青茶タンではちょっと青は用意しづらいって言ってたんだけど、うん、青茶タンでこそこのカード強いよね。そうあの青茶タンで相手のその 4,5 マナぐらいのカードを止めると、そっからもうなんかマナファクトブリ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 って出てるから、このターンしか生まれないマナかって思ったら、それでマナファクトバーって並べられて、うん、このターン以降もこのぐらいのマナ出んのかあとね、このカードね、うん、構えてるのがちょっと分かりやすいって。ああ、そうそうそう、あの、大渦の放浪者が青は絶対エンドしたら絶対マナ取れんだろ。あと、ね、一応ね、このカードね、結構いろいろあるんですけど、次のメインフェイズのせいで、結構その、うん、自分の戦闘フェーズ中に打つと、微妙なタイミングでまだまだ。第2メインでやっちゃう。そう、出ちゃったりとか。あとね、結構みんな使ったことがあるプレイヤーとかちゃんと覚えてると思うんですけど、うん、これ実はその出る能力が遅延誘発能力だから、うん、そう、あの、出ますって言うと、マナ能力なのになんかもみ消しとかですぐ止められて、うん、結局マナ出ないみたいなことがあったりするっていう。うんうん、突然なんかね、8マナぐらい出しちゃいそうになった時に、それあるよね、あるある。だから2マナぐらいだったら許されるんだけど、5マナ以上出始めると、ちょっとさすがに、みたいなのに飛んでくる。テスさん狙われそうだもん。いや、コジレックにめちゃめちゃ飛んでくる。テスさん、あの、コジレックじゃない奴らは、マナを増やす無害なカードを並べて、あの、ヤバいカードを通しに行くできないから、コジレックじゃなくても大体ヤバいカード6マナとか7マナぐらいだから。4、5、6マナのカードが結構ヤバめだから、そこにめっちゃ飛んできます。だからその、クラウキンが8マナのウキンを唱えたところにこれが飛んできて、はい、いや、いよいよこれ通ったらやばいってんで、うん、当時他の町並みを地ならしやだ、はい、で、マナドレイン消せる2マナはなかったんですよ、はい、で、自分で町並みを地ならしやせてウキン消したことあります。それで消されちゃうと次のターンとんでもないマナ出るから、そうそう、それはやばい、これはもう間違いなく死ぬって思ったんで、もう自分でもうこのウキンどうせ助からんから地ならしは投げてくるってやったことあります。なるほどね、削らせてマナもなかったことですね。そうそうそう、もう両者痛み分けって感じです。どちらかというと一手さんの方が痛そう。一手さん痛み分けっていうか、8マナ払って2マナ2枚カード捨ててますから、ね、お前に得させるぐらいなら俺がそうする。みんなが不幸になるぐらいだったら俺だけが。あとはあれですね、やっぱこれ話す上でやっぱ欠かせないのがやっぱ豆腐の王爵じゃないですか。王爵、ああ、あれ、世界三大棒と言われたらやっぱ、うん、マナドレ棒、逆転棒、トリックバインド棒。これが豆腐の王爵っていう、うん、その2マナで手札の2マナ以下の印刷素材刻印できるカードがあって、うん、その2マナ払ってタップするとその刻印した呪文のコピーを出せるっていうアーティファクトがあって、これが刻印されてるともう結構ひどいんですよ。いや、ひどいっすね。何がひどいって、この前の要は回るじゃないですか。一番この隣のやつ、そう、の次のやつじゃなくて反対の隣のやつが、うん、俺んとこまで棒が起きてると俺は何もできないってことだ。そうそうそう、あとなんか隣のやつのせいになるみたいな。基本的にヤバいアクションしたやつが大体その、うん、お前がなんか撃ったからひどいことになったなと思います。先輩扱いされてる、うん、そう、セプター置かれてて、うん、鍵置かれててマナドレ刻印されててみたいな状況になると、どうしようかなこのゲーム、どうしようかみたいな感じになるっていう、うん、のは結構昔かなりありました。ありました。っていうこのですね、さまざまな、はい、意外とね、その使いどころが難しいダブルシンボルなんですけど、うん、打つととっても気持ちいいんで、うんうん、打ちましょう。打つと楽しい、うん、じゃあ続いて C、はい、続きまして、じゃあこちらクイーンサンジェニス、緑1マナーと X マナー払うとデッキから緑の、じゃあ X 以下のクリーチャーですね、うん、一応場に直接出すってことなんですけど、うんうん、これあれですね、まあ定番だと思うんですけど、うん、痛めにマナクリにもなる、はい、ドライアドアーバーを痛めに打つことによって、うん、マナクリみたいな使い方もできるし、当然あのいっぱいマナを払ってフィニッシャークラスの緑のクリーチャーだったら場に出す、例えば皇帝のビヒマスとかを場に出すこともできるんですけど、うんうん、まあ、これ結構肝があって、うん、X マナ以下のクリーチャーを場に出せるんで、うん、あえて大きいマナを払うこともできるんですよね、うんうん、なんでもしアウフ出したいんだけど、うん、これアウフ出したら明らかに消えるなっていうわけ、あえて X3 で打ってみるとか、うん、X3 で打つと3何かなってなるじゃないですか。みんな X の数を気にするんですよ、やっぱり、うん、3だから3マナの緑にクリーチャーかな、サイミアの賢者とか、サイミアの賢者とかビットネスでもかな、まあ、ビットネスでなんか回収、うん、この墓地のこれ回収するのか、まあビットネスだったら次のターンそれ消せばいいからいいや、うん、じゃあアルフでっていうと
うわってせっかくこんなにマナファクター並べたんで消せばよかったみたいなことに結構なるんで、やっぱりそういいっすね、この X 以下っていうのがちょっとキモかなと思いますね。まだ一定さん深い思い出あるんじゃないですか。いやこれはね、対コジレックス戦慣れてるやつはそれこそなんか X5 とかで打ってくるんですよね。6マナのカードそうそうないだろっていう感じで、だからね、3とか4とかはねかなり消せるんですけど、やっぱね、5以上はね、なかなか当てられないんで、コジレックス戦慣れてるやつはやっぱあの X の指定がうまいっすね。あと5のカードを切っちゃうと勝ちに直接しなくなっちゃって、そう、5のカードはね、強いんですよ。使いたくないんですよね。だけどやんないと死ぬからやるんですけど、銅山とか出てくることもあるんで。ああ確かにね、まあそんな憎いですね、あのね。ただ緑のクリーチャーしかやっぱ持ってこれないんで、ちょっと使うデッキは限られちゃうかなっていう、やっぱ緑主体のデッキになっちゃうんですけど、今 CEDH だったらちょっと多くのせいでちょっと緑がなんか人が引いてる横でさ、マナクリーチャーどんどんピン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 。いやそうなんですよ、俺のせいじゃないのに、俺何もしてないのに俺のクリーチャーが根絶やしにされていくんだよ。ちょっとね、ちょっと緑が今不遇の環境ですが、これからいいカードだと思いますね。これ結構その、さっきも石口さんが言ってたんですけど、結構そのレガシーとかでもそのチャリスの X に合わせて、あ、そう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 、超えれるのがいいんだよね、やっぱり可変できるのがカードの強みかなと思ってて、最近の逃走者向けのカードとかだと、その何コスト以上のカードをプレイした時みたいな時にマナ総量を指定するみたいなカードが、豆の木を登れとか、豆の木を登れとかとも相性がいいよね、強いカードを出しながらワンドローすることもできる1マナのカードみたいな、うんうんうん、って考えるとすごいいいカードだと思います、はい、ということで、はい、今回こちらのカード、まあかなりね、皆さん使ったことあるようなカードが多いと思いますんで、よかったら皆さんのエピソードを教えてください。ということで、もしよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。チャンネル登録お疲れ様でした。ハレルヤメディアの一徹でした。ハレルヤの杉でした。高野修介でした。また次回、バイバイ。バイバイ。